盗賊改め長谷川平蔵。こんな名だけは聞くたびに虫唾が走るんだ。この気持ちは誰にも分かるねえ。俺は兄貴の小川や三吉は平蔵の縄にかかって打ち首にされた。義理のおふくろの娘は野郎のせいで島流しだ。俺は仕返しを作った。俺は江戸へ出てきてるば。まあ、プレッシャーブに入る場合だ。もう覚めてるんだ。このまんまじゃこの名護の七郎の腹の虫が収まらない。そこで彦蔵殿、あんたの出番ってわけだ。養作の学園のところの用心棒を5匹たった一人で叩き切ったその腕を書いて、前金で十両、首尾よく鬼兵を叩き切ったところで20両。買って。いや、分かる。分かってる。ちょっと待って。どうしたの？食べるの？どうした？いや、すぐお母さんに持ってくれて。その日、父信夫の供養のため、長谷川家代々土大寺である四ツ谷海の寺を訪れていた平蔵は、その帰り道、雨にあった。誰か。いずれどこぞの怖くとの手先よ。お気をつけください。お頭に恨みを持つ者はやろうことおりましょうか。おい、さあな、バカなこと言うな。いちいちあんなものを恐れてお江戸の掃除はできねえよ。三沢千円、平蔵のいとこである。この日、長男初蔵とともに突然役宅を訪れた。本当に巣鴨からわざわざ、それにお土産物をたくさん。いえ、もううちの畑で採れましたものばかりで。いいえ、それが何より嬉しゅうございます。恐れ入ります。ああ、これはこれは。いや、珍しくのお二人お揃いで。一体何事かな。さあ、そのことにございますが、実は長谷川様にぜひともご相談に乗っていただきたく、山頂をつかまつりました次第で。おお、まったくもって何と申したらよいのや。いや、返すがいその恥ずかしいやな、悲しいやな。いや、まあまあ、わかるように話してください。は、嫁をもらいたい、こう申しますので。何、嫁。はい、嫁をもらうとはいかんのか。いい年をして何や。まっ
しますか。してその相手の お方とはどのような。それは茶屋の女なのでございます。茶屋女、はい、してどこでどのように知り合われたのか。これぐらいだよ。わかんない。これぐらいだ。月に一度父は気晴らしがてらに王子権現に参詣に行くのが習わしでございました。お旦那様、大丈夫でございますか。お旦那様、初期あたりを起こして馴染みの料理茶屋に担ぎ込まれたのは今年の夏のことにございました。店の名前は山吹屋。新しく入った女性で名前はおかつと申します。山吹屋のおかつ。それからもう三日にあげず権現様にお参りに出かけますので、どうもおかしいと思っておりましたが。そのお名前を承知の上でござるか。あ、無論のこと。いや、お若いの。笑い事ではございません。素顔でも聞こえたこの三沢家の隠居の嫁に二十の年下の、しかも茶屋女の、茶屋の女のどうもあり。私にとっちゃ天女じゃ。亡くなられたお黒様の父の匂いがするようなお名子じゃ。ああ、屋敷に入れていかんというだったら、私は別に家を借りて一緒に住むわ。それでは、いやいや、まあまあ、分かった分かった。いや、したがその、おかつとやら申すお名子、菩薩か鬼か、このわしが見定めてやろうではないか。おお、そうしてください。そうしてください。しからば特進がいかれよ。ありがとうございます。恩に行きます。いや、しかし、そのおなご次第によっては大いに先祖の飲み方になる。溶け止まった、溶け。